日蓮召集の信仰と実践日蓮大聖人の教え仏教各習にはその教えの基本となる経典があります日蓮大聖人は大量の経典の中でも法華経こそが真実の教えであることを示しさらに末法においては法華経に説かれる妙法が南妙法蓮華経であることを明かし この根源の方こそが全ての人を成仏させる唯一の教えであると説きます信仰の功読人は苦しいことや悲しいことまた困難なことにあった時それを解決し克服する方法について思いを巡らしますがその解決方法を見つけることは容易ではありません仏法では小老 病死など人間誰もが直面する人生の本質的な苦悩を根本的に解決する道を解き示していますが理屈で理解できたとしても正しい本尊に縁をして正直な信仰を貫くことは容易なことではありません正しい本尊とは日蓮召集に伝わる怪談の第五本尊であり正直な信仰とは日々の商題と吻行を継続し 妙法を広める釈伏を行い、寺院に参詣し、正しい仏道修行を生涯行うことです。そうすれば、次のような功徳があります。1、ご本尊に記念する願いや祈りが必ず叶えられる。2、生命が浄化され、物事を正しく判断できる知恵が湧き、悩みや苦しみを克服できる。3、自分だけでなく、 周りの人々をも幸せにするることができる 4. 父母や先祖代々の人々を成仏させ子孫を幸せにすることができる。などです。寺院三景の意義日蓮招集には国内外に700を超える寺院等があります。これらの寺院はいずれも日蓮大聖人の仏法を。 その地域において正しく守り伝え、消防を広めていき、参詣する人々に真の成仏の道を教え、先祖の追善供養を行うなどの役割を担っています。機会あるたびに寺院に参詣し、自らの新人を連磨することは、成仏の境外を得るために大切なことです。日蓮召集総本山大石時。 750年の歴史を持つ日蓮召集の総本山大石寺は昭和3年10月秋初日蓮大聖人より法脈を受けられた第二蘇日光承認によって改装されました近年地域の整備書道雨の建立が進められ壮大かつ優美な一大霊場となっています総本山大石寺へ参詣することを登山といい 総本山大石寺に言語される本門階段の第五本尊にお参りすることを御開寺と言います法案堂本門階段の第五本尊を秘蔵する大殿堂です建築面積1万2988平方メートル高さ55メートルと奈良東大寺大仏殿がすっぽり入る大きさで内部は僧侶石として240畳式 神徒席席が設けられています平成14年10月12日に建立されました。北家日蓮召集には、日蓮大聖人の仏法を正しく実践するための信徒の集まりとして、北っけ公があります。日蓮召集の信徒は、必ず、北っけ公の一員となって寺院に所属しています。北っけ公では、 行員同士の交流を図って信仰体験などを通じて自らの信仰を深める活動を行っています。